こんばんは。次ね、リボリューソリスタ拓磨選手の試合が、もう間もなくっていうところなので、入場もしてるんで、もう短くね、まとめて、動画をね、売ると思うんですけど、先ほど行われた天使選手のデビュー戦で、まあ、ヨナハ選手との対戦っていうところで、まあ、天使選手がね、勝利っていうところだったんですけど、もうこの動画は、もうぶっちゃけの話、ぶっちゃけの回でいこうと思うんですけど、どう思います？まあ、ぶっちゃけとかって言ってる時点で、別にそんな、天心は、とかっていう声を待ち望んでんだろうっていうふうに、思われると思うんですけど、いや、そういう声があっても、いいのではないかなと。やっぱり、すごいっていう声もあるだろうし、いや、普通だって声もあるだろうし、いや、別にすごくなかったっていう声もあると思うんですけど、まあ、俺、は、じゃあどうなんだって言われると、キックと、ボクシングって本当全然別の競技だと思うし、で、やっぱそのキックの、実績が凄すぎるから、ボクシングも、それのまま、キックのね、状態のままスライドで、ボクシングも凄くて、井上尚弥級だっていう風に、多分、見られてると思うんですよ。世の中は。で、それもあるし、関係者の先ほどもね、この解説の方が山中伸介選手とかもおっしゃってましたけど、そのセンスの塊ですねみたいな、そのすごいね、センスを見せつけましたね、この試合でとか、リナレスとかね、井上尚弥級だみたいな感じで、会長もね、60年に1人の逸材だみたいな感じでこう言ってるっていうので、で、みんなどんなのかなと思って見たと思うんですけど、で、今回、そこで、まあ、どう思いましたかっていうところなんですけど、まあ、自分はっすよ。自分は、素直に、天智選手がこの、ヨナハ選手、しかも、日本バンタム級の挑戦者決定戦に出るような選手を相手に、もうほぼ完勝っていう内容で、キックからボクシングに来て、白星を飾れたっていうのは、ね、すごいと思うし、まあ、キックからとかっていうのはもういいのかもしれないですね。もう違う競技だし。ボクシングで、その、ヨナハ選手を相手に白星を飾れたっていうのはすごい。ただ、ぶっちゃけた話ですよ。これを。私の試験なんですけど。まあ、わかんない。今回はデビュー戦なんでね、わかんないけど、なんか言うほど強いとは思わなかった、正直。言うほど。俺も、猫五郎さんとかにもね、言われたんですよ、これ。この間のスパーリング、そのあったんですか、アンジロ・レオとか、アメリカで合宿の、ディアスとかのスパーリングを見て、なんか手のひら返しじゃないけど、なんか急に天心が強くなったっておかしくねみたいな、周りもみんな言ってるけど、みたいな、言われてて、まあ俺もそれは思ったけど、でも、ここに来て、すごい、なんかスパーリング見えても、伸びてきてるような思ったんですよ、俺は。で、まあ、スパーリングと試合ってやっぱ違うと思うし、そこでもね、やっぱりいろいろあるとは思うけど、じゃあ、いざ、グローブも試合用のやつにはして、ヘッドギアも外して、はい、ヨナハとやりましたと言った時に、自分は、正直、そんなに強いとは思わなかった。ごめん、本当にごめん。これディスイじゃないんだよ。俺のその感想なんですけど、言うほどじゃないなって。で、これわかんないよ。もうちょっとさ、こう、連打がある選手とか、コンビネーション、独特のリズムでこう来る、例えばリボリオソリスとか、まあ、これ世界チャンピオンだからあれだけど、もうちょっとランクが下がったにしても、そういう選手とやったときは、ちょっとわかんねえなと思いましたね。で、こう言うとやっぱそのディスリーとかって言われちゃうかもしれないけど、俺はそう思ったし、天心選手がね、その世界チャンピオンに最後になる、なりま、目指しますみたいにおっしゃってたんですけど、ちょっとやっぱりこう、無敗で駆け上がるっていうのはちょっときついのではないかなとは思った。それは、パンチ力があるとかないとかっていうわけじゃなくて、ちょっとね、攻撃をしてからの、対応とかっていうのが、ちょっと俺、隙があるように思ったんですよ。天心選手が攻撃した後の、間というか、それは今回、ヨナハ選手が、あんまり前に、来てるけど、その、なんだろう、
リズムよくパンチをこう打ってきたりとか、あのコンビネーションとかいろいろなその間合いで仕掛けてくるとかっていうのがなかったからあれだったけど、うん、まあ本当にね、いろいろな手法でやってきた相手、まあかなりレベルは高い相手になりますけどね、なるけど、そうなった場合はかなりきついのではないかなと、うん、ただあのこれで本当に日本ランキングの本当上位ぐらいの力はあるねことは証明できたと思うので、それはそれでね、認めるべきだと思うから、これは、天使ですのディスりだけのあれじゃなくて、どう思ったっていうところで、俺は、あんまり、その、周りが言うほどではなかったと思った。うん、まあ、一戦目だからわかんないけど、まとめると。ただ、世界チャンピオンにこのままなりますって言ってるけど、簡単じゃないなと。うん、で、次、対戦するにあたって、もうちょっとこう、コンビネーションバンバン来る、前に来る、いろいろなパンチ打ってくるとかっていう選手にはやや手を焼くんじゃないかな、ふうには思ったと。いうところの動画でした。はい。まあ皆さんもですね、ぜひコメントございましたら、ちょっとね、天心キッズたちにはあんまいい思いはしないかもしれないけど、コメントございましたらね、お過ごせ。以上です。